こんにちは、油見長男です。今日はスシローさんにやってきました。目的は半額キャンペーンをやっています大トロです。普段ね、一皿1貫300円で出している大トロが今はなんと半額の150円。これは食らわない手はありません。まずね、かみさんと一人2皿分4皿を注文しまして、それが流れてくる間にうまそうな赤身が流れていたので取ってしまいました。それではいただきます。今日は朝からバタバタと仕事と移動を繰り返しておりまして、夕方まで何も食べておりませんでした。ほんとね、疲れと暑さは食欲をそぎますね。でもさすがにね、18時半を回ってお腹も空いてきたので、寿司でも食らおうかとなったわけです。うん、ただの赤身でもうまい。逆光が強かったし、グリーン。はい、来た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 、来ましたよ。大トロ4皿がやってきました。いいじゃないですか、いいじゃないですか。おお、これ最高ですね。色つが、やっぱり大トロはうまそうですね。あ、これなんか横向いてますね。はい、どれもね、綺麗で、合格点じゃないでしょうか。それじゃあね、早速食べていこうじゃありませんか。脂っこいね、脂が乗っている魚にはわさびたっぷり、これが僕の流儀です。普段つけるよりもね、多めにわさびをつけていきたいと思います。かみさんがね、わさびが苦手な人でね、一切つけないんですね。もったいないと思うんですけどね。そして醤油、なんかタレントさんとかね、テレビで食べるときに上のネタの端っこにほんの少しちょんとだけつけて食べる人がいますけど、美味しいんですかね。僕はたっぷり醤油はかけたい派です。まあ体にはあんまり良くないんでしょうけどね。うん、おお、これはうまい。やっぱり赤身よりはうまいですね。魚の脂のうまみ最高です。色ツヤもいいし、味もいいし、これが1貫150円だったらお買い得ですよね。はい、ここらで変わったメニューを、特大蒸しホタテと大人のきゅうり巻きを頼んでみました。はい、ホタテが来ました。これ貝柱以外のところも入ってるんでね、結構ボリューム感がありました。まあ、食べてみたんですけども、思ったよりも味はあっさりという感じでしたね。まあホタテ好きな方にはいいんじゃないでしょうか。はい、来ました、大人のきゅうり巻きです。私もともとね、涙巻きなるものが大好きで、まあわさびが好きなんでね、わさびをたっぷりね、千切りにしたわさびをこう巻いた涙巻きっていうのを食べたことあるんですけど、あ、これうまいなと思った過去があるんで、まあそういう系統だろうと思って頼んでみました。大人のきゅうり巻き、まあわさびが効いてるのは間違いないところでしょうがね。ですからまずわさびをつけずに食べてみましょう。おお、やはりわさびが効いていますね。中身どうなってるんですかね。ちょっとバラして中見てみましょうか。まあ邪道ですけどね、こんなことするのはね。中身はなんだろうな。あれ、きゅうりとわさびがほんのちょっと塗られてるだけですね。これは何でしょうね。本わさびじゃないのかな。本わさびかな。歯磨きの目元が何できたら素晴らしいっていうのは
はい、ここらで変わったメニューを言ってみましょう。期間限定のこだわりの手羽唐揚げ、これね、うまそうだったんで撮ってみました。どうですか？まあ写真通りですね。もうちょっと大きいのが来るのかなと思ったんですけど、まあこんなもんでしょう。それじゃね、食べてみたいと思います。頭さん増えるかな。うーん、熱いけど、こうやって食べるの？これね、あちあちではなかったんですが、うまかったですね。まあいい点はいくつかあるんですけど、まずね、食べやすい。骨がね、2本ずつ刺さってるんですけども、これがほろりと崩れる、抜けるって感じで、その骨以外は小骨もありませんし、非常に食べやすかった。これがまず良かったですね。そして2点目、これね、味結構いいっすよ。僕気に入りました。はい、ただね、値段もうちょっと安くできるかなって気はしますけどね。スシローさん、期待しておりますよ。唐揚げ食べ、食べやすい。骨はあっても食べやすい。はい、本日のね、締めにもう一度大トロを食べることにしました。まあせっかくトロを食べに来たんでね、1人4皿ずつ食べようかってなことになりましたので、やっぱり美味しいですね。トロは脂の旨味がたまらないです。まあこのクオリティで1貫150円なら本当万人に勧められるかなと思います。これ最高ですね。脂のとこからもう分かれられるぐらいトロトロです。これはたまらんですね。これもいいですね。見てられますね。見るだけでうまい。それがトロじゃないでしょうか。このね、手前の2つを小生がいただきました。まあ本当にこれもね、レビューするまでもなく、もちろん美味しかったですよ。